はい。はい、では右のライで金堂さんと飛翔うさぎさんお願いします。金堂さんと飛翔うさぎさん右のライでお願いします。さあ展開がかなり早いぞ。さあしっかり止めている。うえー早いぞ空太君。さあちょっと下がって5番持続がない。18様降りていた。さあ一本選手は両手かぶり、コーパーコーパーコーパー。さあ一連の流れで4割。さあセミバックセラが前に出てしまう。下がって痛いぞ。近代版からさあ待ってサマーアイエクサロ、イエクスコロコロ。さあディカプリのウルコンがアレナだけに、アレナだけに下だった。あーと補正切っていく。ちょっと気が抜けてしまったか。さあしかしゲージ有利はだが、さあ EX 様打って体力差5分ぐらい差し込んでしまうと逆に早いぞ。サマーを置いている。大剣大工素晴らしい。さあかなり早くお互いの体力が削れていく。コロコロ体育サーバー。さあかなり迷った、かなり迷いましたね今のは。なります。コロコロで画面内を縦横無尽に駆け巡る。コロコロ投げを重ねている。セミからこれは確定。まあとりあえずはいいかというぐらいのヘリ見えて下がってナイフを投げて転がる。コパコパ EX パトリーから、おっと大番出ないか。パトリー3段決めて、さあしっかり、さあネモロレントリーチをかけていく。前ジャンプ大パン、コパコパからの、あー出し切っている。コアコアかぶってシャカシャカ、おっとこれはつながる。ナイフテイクの、うわー削りきれない。シャン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 、しかもロレンとゲージがない。受けるしかない、落ち目わー投げた。早い展開、あそこからまくるのはさすがですね。さあお互いゲージがない、アローで攻めていく。下がってチワシャカシャカ、リスクはない。さあしかし、さあ長めのシャカシャカだがこれが強いんだわ。さあまあコパンで攪拌。
立ち足でシャカシャカ、アローにテクノやり返すからの裏落ちしてしまったが問題ないか、これ残らない、ネモロレント勝っていく、かなりレベル高い内容でしたね。